皆様こんにちは。長野市長の荻原健司です。新型コロナウイルス感染症対策について、これまで市内飲食店の営業時間短縮や学校の分散登校、私有施設の一部休止など様々な対策について皆様にご理解とご協力をお願いしてまいりました。またワクチン接種についても一人でも多く接種していただけるよう取り組んでいます。長野市の感染者数は3月に入ってから比較的高い水準で推移していますが、その特徴として10歳未満の子どもが多く、その子どもから同居の家族に感染が広がっており、新規感染者のうち、市保健所の検査で確認された方の割合が高くなっています。これは市保健所において感染者に対する調査と濃厚接触者の検査を今までと同様に徹底して実施しているためであり、今後も感染拡大防止に向けしっかり対応してまいります。私は令和4年度をコロナ禍で傷んだ経済を回復し、町のにぎわいと人と人との交流を取り戻していく年にしたいと考えています。3月中にできる限り感染者数を低減させ、子どもたちが4月から普通に学校や保育園に通うことができ、友達と交流ができるようにしたい。高齢者が体を動かし生き生きと生活できるようにしたい。そして4月から開催される善光寺御開帳及び関連イベントを安全安心に開催して、長野市に活気と元気を呼び込みたいと考えているところです。長野県は3月19日から4月10日を感染対策強化期間としています。人と接する際は距離の確保、十分な換気、手洗い、手指消毒など基本的な感染対策を徹底し、体調に異変を感じたら早期の受診をお願いいたします。特に家庭内においてはご自身だけでなくご家族の症状にも注意し、歓送迎会などの会食時には適切なマスク着用を徹底してください。そして接種券が届いたら速やかにワクチンの追加接種を検討してください。この年度末が重要な局面です。引き続き国、県と連携して感染予防、拡大防止対策に取り組みますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。